こんにちは、トコチャンネルです。今日はスタンペリアスイーティーの続きをしていきたいと思います。じゃん。はい、ここちょっと外してますで、ここね、マグネット入れました。やっぱりここね、くっつく方がいいかなって一応ね、ここは入るし、ここも入るし、これ、見えてないよね、きっとね。ここね、ここに磁石と、ここに磁石入れて、で、とくっつくようにしました。はい。変更点はそこだけです。で、ここのページやっていきたいと思います。こちらのページは、よいしょ。よいしょ。まずね、このペーパーを貼りたいと思います。で、続きまして、って言いながら何も進んでいないのです。続きましてで止まっている。続きまして、これにね、この封筒、作った封筒、パンチングボード1、2、3で作った封筒。こういうね、入れる封筒を作る。裏はないです。ないです。見えるところだけね。折り紙と、これちょっとコピーして、薄い、コピー用紙にコピーして貼りました。なので、まずこれをね、貼り付けるところからいきたいと思います。なんかね、ちょこちょこ準備作業してて、このヘラをね、何回もなくしたから、ちゃんと管理しなきゃって。なんか昔に戻ってる私と思いながら。えい。ね。ちょっと手前に引かさせていただきます。見えないから。上が？もうちょい上。こっちを見れるな。良さげですね。はい。やっちゃいました。またゴミ袋ちゃん遠くに行ってる。たらここね、剥がしていく、暴れるんじゃない。よいしょ。よし。ってやる。で、あとはもう押さえていくだけ。ヘラもね、いらないよね。で、次、ここに、この封筒を、つけていくんですけども、この緑のね、ところにつけるんですけど、どうせなら、ここもポケットにしたいな、って思うんで、これどうだろう？ぴったりくっつけると、物入れやすいかな。ちょっと入れづらくなるから、ちょっとインに入れて両面テープ貼っていきましょう。あ、これはもう目安で。よいしょ、このぐらいかなっていうところでね。
下は5ミリにしとこうか。横は別に。まあ横も5ミリでよかったかな。まあいいや。しっかりくっつけたかったし。よいしょ。そこはね、ツッて抜けちゃうといけないんでね。5ミリぐらいで。よいしょ。こんな感じで。貼っていこうかと思います。じゃあ貼っちゃおう。髪が破れる。よいしょ。もうこれはもう全部ハズ剥がしてベタッといきます。ベタッと。これはもう目分量で真ん中だろうぐらいのところに貼っちゃいますね。あのここはまあこうきついんですけど、こっちがね入れるときにこう浮く分ね、あの入れやすくなるっていう、そういうメリットで。続きまして、ここにちょっと飾りを貼りたいなと。いや、これ下の方がいいのかな。もう一個あるんだよね。上に、ここにレースがあるから、レースのレースって、うざい。どっちがいい？下受けレース。こっちの方がスッキリするような気がする。まだ近寄ります。見えにやからね。見えにやから。逆向きりゃいいんだ。逆向きりゃいいんだ。見にくいときは。ちょっと待ってね。こんな感じかな。こんな感じ。あっち向けてこっち向けて。よいしょ。下は、よいしょ、こんな感じかな。よいしょ、こういう感じ。続きまして、これを貼りたい。黄緑より上はボンドでいいかな。黄緑より、ん？どっちの黄緑？上の黄緑だね。ここから上は、見えないところでやるんで、ここから上は塗っちゃっていい。で、ここを止めたいんで、出ちゃいやよ。
を止めたいんだから。もういいや。こう止めたいんだから。ここね。内側はこっちに塗った方がね、面積がね、ないんでね。えい。また使うよ。いろいろね、いろいろ紙がついてるんでね。ここに今度これをね、ここにパティシエってあるのに、ここにもつけろっていうね、二重のくどさ。まあ、私、コラージュっていうもののセンス全くないんでね。ごちゃごちゃつけるのが好きっていうだけなんで。なんで、コラージュというのはちょっと、おこがまし。ごちゃごちゃつけるのが好き。次は、ちょっとね、準備してあるの。つけようかなと思ってるやつ。よしよしよし。よしよし。ちょっとこれ開けといて。開けといてってわけにもいかないんだよ。ちょっとこの辺に入ってぐらいにして。この辺にこうつけたいんだから、ここから行こうか。目がかゆい。最近ね、よく目がかゆくなるの。なんでだろう。やっぱりいいハウスだそうかな。じゃあ掃除しろって話だね。前、内科でアレルギー検査してもらったら、先生、梨のアレルギー検査しかしてくれなくて、いや、全部の項目だよ、とか思いながら、うまく伝わらなかった。伝えるのって難しいね。この辺かな。で、このコーナーになると。接着力があって、この、もう周りのふにゃふにゃに対応してくれるのってボンドだよね。ボンド楽だよね。すぐ固まらないし。よいしょ、また手がベタベタする。この辺でいいかな。よいしょ。まあ、こんな感じにね。閉めちゃうとこうやって見えなくなっちゃうんですけどね。このチョコレートは。開けば見えるから。であとこの中のね、折り紙にシワが、寄らないように折り曲げてやったから伸ばすときにちょっとね、ちょっと突っ張りが出る。ごめんなさい。ごめんなさい。最初ね、普通にペッて貼ったら曲げたらシワになったの。そんなにね、ならないと思ったんだけど、なったからちょっとね、要注意。硬さが違うからかな、紙の。折り紙同士でやるとそんなね、そんなことにはならないんだけどさ。ならないっていうか、なったことなかったんだけど。油断して貼ったらえらいことになったから。よいしょ、このくらいで受けて。この辺でいいか。普通でいいか。普通が一番。
手ベタベタよっこらしょ。あ、ちなみにさっきさ、こっちでカッチンコしたさせたやつ、これ使いました。超強力マグネットってやつ、これね、今ないやつね話が前後しすぎって言われてたけど、で、これはね、パッチンパッチン止まるように、よいしょ、この、よいしょ、よいしょ。ちょっとって言いながら。この辺でいいかな？平行感覚がいまいちないんだけど、ないんだけど、こんなもんかな。よいしょ。よいしょ。で、パシッと。はい。で、ここにもまあ、あんまり広くないポケットね。余裕のないね。余裕のない。ただ、ここは浮いてます。足は。はい。浮かせてます。それはもう、ここの中身を入れるのを重心にしてるんで。はい、このページ出来上がり。はい、次。よいしょ。こっちね。よいしょ。よいしょっと。次のページは、作ったのね、赤ペンチェック。今回ね、赤系図書いてね。あ、次ね、はい。次、ウォーターフォール、パタパタ。なんて言うの？ウォーターフォールで紹介されてた、見たから私はウォーターフォールって言うんだけど、ウォーターフォールってなんか調べたら、なんかコンピュータ用語かなんかみたいで、ちょっと違うのかな。だからパタパタって私は呼んでるんですけど。はい。パタパタ。パタパタ。で、ここにはこのペーパー貼りたいと思います。で、パタパタ作ってあります。これね、今更聞けないシリーズの説明の時に作ったやつです。で、バカだから一番最後も、裏にポケット作ってあるんですけど、こういう風にね。一番最後もポケット作ったけど、いらなかった。いらなかったっていう、ドジ話付きのパタパタです。はい。なので、まずこれから貼っていきたいと思います。お。継ぎはぎちゃんがいるから気をつけなきゃ。よいしょ。よいしょ。よさげ。よさげって言って。いやー。よさげですね。ちょっと水飲みました。で、これ。
はい、貼れました。で、パタパタ貼るのにここ両面テープ貼ってなかったんで貼ります。これ3センチだったよな、確かな。 1.5 を2回貼ればいいか。1.5 をこれもハサミで切った方が良さげだな。よいしょ。あ、斜めっちまった。斜めっちまっても気にしない。気にしない。そもそも私、こうやって切るの苦手なんだよね。やっぱ斜めっちゃうんだよね。で、まあまあ。で、もうこれ、ベタって貼っていきます。あ、いきますって言う前に先に位置だけ確認しといたからね。ほいほい。これもダメだな。そうね、また画面外でやってたね。よいしょー。ペタ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 。よいしょー。で、この辺、真ん中ら辺で、この辺。多分左右もいいだろう。えいっとやると、こういう風に開かないじゃない。何引っかかってるの？なんか引っかかってる？もう一個行かなきゃいけないのよ、あなた。何に引っかかってたの？何に引っかかってたの？行くね。びっくりした。行かないのかと思っちゃったよ。よいしょ、戻ってらっしゃい。これはね、もう見ての通り。こっちで、ここにポケット。ここにポケット。ポケット。いっぺんに行かないで、ゆっくり行って。ゆっくり行って。あ、そこ、ここが、くっついちゃってんだな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ね、ここポケット。ね、ここポケット。ここポケットで、こう、絵で。で、出てきた部分も一応、コラージュっぽくしてあります。よいしょ、よいしょ。はい。でも出来上がり。作ってあったからね、早い。次、ここ。ここは、よいしょ。よいしょ。あ、出来上がりじゃないよ。ごめん、ごめん、ごめん。嘘だ、嘘だ。こんだけじゃない。こんだけじゃない。貼るものがあった。貼るものがあった。ね、貼るもの。これだけじゃ寂しいよね、やっぱりね、うん。せっかく紙があるんだから、これ、こういうの貼っていきたいと思います。これもね、角張ってるから全然両面テープでも楽勝に貼れると思うんですけど。よいしょ。なんか斜めに貼ればいいってちょっと思ってるところがある。まっすぐじゃなくて斜めに貼っときゃ様になるかなって、なんか思ってる部分はある。あと、レースペーパーって英字ね。今回は使わないけど、
普通のね、A4 のデザインペーパーの時だったら使うかも。はい。こんな感じで、よいしょ。カップケーキ。ちょっとはみ出したけど許して。で、これは、上がいい？下がいいね。下がいいね。下がね。では、この辺にアイスクリーム。よいしょ。また画面紙でね、ボンと塗ってたね。もうごめんね、ボンと塗るとき、この素焼き結構辛いの。辛いのって言いながら。まっすぐ貼っとこう。よいしょ。で、この子を、斜めとこう。ね。この子を斜めとこう。何でも斜めにすればいいの、法則。私の勝手だね。よいしょ。またね、画面外で見てたね、ごめんね。よいしょ。よいしょ。こうだね。あう。こう斜めにしたいんだよね。こう斜めにしたいんだね。はい。ちょっと飾ってみた。もうお花、バッグが花だからちょっと目立たないじゃんね。これでも、あ、ピンクの画用紙に貼って貼ればよかった？まあいいや。ピンクだしね。この引っかかりが気になるの。なんでだろう。ずれるのかな。最後の戻りもね。これもらう人、ごめんなさい。ごめんなさいに避けたよ。はい、次行きます。はい、やっと次行きます。いや、なんかチロリンって言ったんだけどね。次行きます。次、これ貼ります。もうガンガン飛ばしていかないとね、間に合わないからね。なくしたよ。ヘラ、なくしたよ。あれ、今使ってたよね、私ね。どこ行った？こうやってね、なくすのよ、ヘラを。今使ってたようになったしね。よく変なとこに入れてもないし。わかりません。これ定規だしね。あ、いた。さっき見たとこにな、なかったのに現れたよ、また。ね。みんな隠れるのうまいね、あんたたちね。こっちが上だったかな。こっちが上だったから。こんな感じで、どうですかやな。よし。よし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 と言いながら剥がして、頑張れば今回早く終われそう。早く早くって言ってもまだでも作業するしようかな。
もう今30分経っちゃってるから頑張らなきゃ、ここら辺で終わらなきゃと思ってるんだけど、よし、手でね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 、で続きやっていきたいと思います。あと水分補給しました。でいろいろあるんですけど、ほんとね、これはこういう風にね、トレペを置いて、でこれを中に入れてポケットにしようと思ってるんですけど、叫びながらちょっと後で考えます。これね、角、これは角、ちょっと角丸したいと思うんです。でも丸くしたわけじゃないんで、でも M にしようかな、うん、あ、でも S にしようかな。あの、なんだっけ、蛇腹 S にしてたから S にする。 S にします。 S にします。四つ角全部いきます。あ、ずれちゃった。うん。最近ね、切れ味悪いくなったような気がするのよね。やっぱ買い替え時？そんなことばっか言ってバカ野郎だね。これが下で、これが下で、これが上だね。こっちもね、これもね、だからしなきゃいけないんですよ。よし。ここだね、で下がこう、こう、でこう貼るの、ここで、この角がね、あー、うまくいかない、よいしょ、はい、じゃあまずここ貼っていこうかね。よいしょ。ちょっと待ってね。両面テープが剥がれない。割れた。ちょっと開けて。で、こっちをね。この辺かな。いいでしょう。いいでしょうっていうところで貼って、で、よいだと、なんかね、なんかも一部を切って、よいしょ、めくって、よいしょ、めくって、これもね、位置を決めないと。いいかな。よいしょ。よいしょ。ね。よいしょ、入ってない。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。ここは角丸してません。別にそのままで、まあ、こういうポケットができますと。で、これを、いろいろあるのは、いろいろ貼るつもりで、用意して、どうやって用意した？ん？どうやって用意した？私。こんな感じで置いとったような気がするんやけどな。こうやって置いとったような気がするんやけどな。で、こんな感じだったかな。で、こんな感じだったかな。まあ、多分そんな感じだと思う。こんな感じだったな。で、次は、これ貼る位置を決めます。まあ、この真ん中っていうと、この真ん中って言ったらもっとこうかもしれないけど、ちょっと下気味の方が可愛いかなと思うんで、この辺で貼っていきたいと思います。前ね、教えてもらった、シーズンとかね、トレペ、両面テープで貼っとくと、黄ばんできますよって教えてもらったんで、ボンドで、貼ることにしました。大丈夫ついてない。そういうことで今ボンドで貼ってます。待ち作ってね。今まではもうペタッと1枚の紙貼るだけだったんですけど、ね、もう教えてくださった親切な方がいたんで、じゃあ黄ばまない。こうにしようと思って。すごいですよね。それで年月が経ってどうなるって言うまでちゃんと持ってるっていうね。いただいたの、棚にしまってはあるけど、今見てない。年月経って、その時は喜んで、キャッキャ見てるんですけど、年月経ってまで見てないかもしれない。この辺かな。もうちょいこっちかな。こんな感じかな。こういうふうに、ちょっとしばらくくっつくまで待ちます。あ、まあ、くっつかなくても貼れるか、これは。貼ってこう。貼ってこうと、中入れて雰囲気見ないとわかんないもんね。よいしょ。まあ、こういう感じに。よいしょ。なる予定なんですけど。こうやって見ながら貼らないといけないよね。よく考えたら。ね。よいしょ。手元の方が寝るの早いもんだから、手元でちょっと濡らせてもらってますけど。ボンドはね。よいしょ。はぁーって言ってるのはね、落としてるときね、手から。よはい、塗りました。こうか。ね。もうすぐぐらいに貼っちゃう。貼っちゃう。で、
この子と、この子とこの子はこういう感じだったはずだから、ちょっと下でいいか。下に字貼るから、下に字を貼るから、こういう感じに貼るから、まあ、この辺でいいか。こういうときはいいか。よいしょ。こんなもんかな。こんなもんかな。よし。これを基準に貼っていく。ボンドが減ってきた。一冊作るのに一本は使うのかな。あれもあるんですよね。あの、セリアの手芸用ボンドも、かなり買い込んで、溜め込んであるんで。こうだよな。こうだよな。おう、持ってった。よいしょ。そしたら、たまにはね、たまにはこっちでボンと塗りましょうみたいな。で、こう塗って。よいしょ。昨日の夜にフェアリーテイルの277番までだったかな、今配信されてる。見ちゃった。見ちゃった。何度も言うけど、最後まで見てますけどね。ちょっと待って、もうちょっと上に行って、ギリギリで行って。で、ゴミ箱に入っちゃった。だんだんフェアリーテイルも泣かすような話になってくよ。ちょうど今ね、あのフェアリーテイルゼロって言って、あのメイビス初代フェアリーテイルのマスターのね話で、どうやってフェアリーテイルができたかっていうお話をね、してるっていうか、の話がちょうどあるところでね。で、そこで、まあ、メイビスとゼレフが会うっていうか、まあ、ゼレフにね、魔法を教えてもらうんだけど、あ、見てない人、まだ見てない人いたらごめんなさいね。めっちゃネタバレ言ってるから、今。まあでもね、YouTube で公開してるからいいかなって。その先もっと面白いから。もっと。もっと。もっと。これを磁石一つにするか二つにするか。なんだけど、一つにしても二つにしても、なんかここに欲しくない。その磁石あるなし関係なしに。
もうちょっと上にすりゃいいんだよな。そしたら磁石ないんだったら、ちょっと印だけつけさせてもらって。磁石は 2箇所にしましょう。浮いてきちゃうから。多分この辺だな。多分この辺だな。さっきちょっと、うっすら印つけたから、うっすらすぎて見えなかった。でも多分この辺だと、予測をして、まるで真ん中に蓋があるかのように、かのように見せかけて、はい、見せかけて貼っといて、ね、見せかけて貼っといて、実は横に二つつけようという。マグネットタックピースね。端からこんなもんかな。よいしょ。端からこんなもんね。こんなもんね。よいしょ。こんなもんね。中にね、入ってるものが見えそうで見えないなんだそれって見えそうで見えない感じのポケット、よいしょっていう、で、この周りにはもう何もやらない。ここにね、ここにベラベラって貼り付けたんで、こんな感じでこちらのページ終わっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。